職業オタク、まゆぴぴです。今日はイコノイフェスの1日の Vlog を紹介していきたいと思います。行きはバスで行きましたが、本来2時間半で着くところを4時間ぐらいかかって、かなり渋滞に巻き込まれてヘトヘトの表情がこちらです。そしてギリギリ間に合ったっていうことで、もう本当にグッズ売り場も最後の最後でした。お目当てのよりちゃんグッズを持ってハシピーの粋な計らいで動画撮影 OK の曲が1曲あったので、この自分参加の様子をちょっとだけお届けします。ライブが終わったらコラボメニューを食べに行きました。ニコラブちゃんのこのピンクの奇抜なベーグルを食べたんですけど、すっごく甘かったです。そしてシールももらえました。こちらがオーダーリンのミュージックビデオのロケ地ですね、聖地となっております。もう怖そうすぎて何も乗れませんでした。そして帰りはもうバスに懲りたので電車で帰ることにしました。電車でこの私が大好きな、この地域に行くと必ずと言っていいほど食べる信玄餅クレープを買って食べて、かつちょっと今日の購入品をここで紹介していくっていう、なんとも優雅な帰り方をしております。まず1点目がこちら、いおりちゃんのタオル。今回なんですけど、私めちゃめちゃ両席でバックステージから数えると1列目なんですよね。かつ花道とバックステージの角の間近だったんで、本当にいろんな子が手を振ってくれたり、いろんな子からレッスンをもらいましたが、ちょっと一つだけ言っていいですか、私推しのいおりちゃんに多分干されましたっていうのも、もういおりちゃんのタオルといおりちゃんの面からのグッズをいっぱい身につけて、もう思いっきり手振ってるんですけど、最後に仲良くなった隣の席の女子とお話ししたところ、まいかちゃんとかいおりちゃんは結構遠くの人に向かって手を振りがちなので、両席だった私は逆に手の届かない存在と化してしまったいおりちゃんなのでございました。ノイミーちゃんが結構バックステージに回ってくれることが多くて、ハニャタンとかもね、目の前に現れてくれて、いおりちゃんとハニャタンが隣の時どっち見ればいいのかも分かんなくて、っていうのも本当に1メートル2メートルぐらいの距離で歌ってくれるんですよ。もう本当に心臓バクバクで、もう今日眠れるか分かりません。言ったら昨日もあんまり眠れなかったんですけど、今回すごく思ったのが、はなちゃんはすごい釣り師だなっていうところです。パフォーマンスもいいんですけれども、ちゃんと一人一人のファンのことを見てくれている気がして、すごく推しになりそうになって危ういところでした。やっぱり富士急なので変な虫とかが飛んできたりするんですよ。で、私たちの目の前に虫が来てうわーってなった時に、その虫がちょうどしょうこちゃんのところに行って、でしょうこちゃんが浴衣姿でうわーってなってるのがもうめちゃめちゃ可愛くて、同じ虫で怖がることができたっていうことにちょっと感動を得てしまったキモオタがこちらです。ある意味センターステージよりもバックステージの方が奥行きがないので、みんながいるところから私たちの席までがすごく近いんですね。なのでナオタンが飛び跳ねた時の下駄の音だったりとか、みんなの浴衣の独特な匂いとか結構伝わりました。メンバー同士で軽く衝突する瞬間とか、ひそひそ話みたいなことをしているところまで結構聞こえたので、すごく楽しかったです。なんかそういう楽しみ方ができるのは現場ならではだなっていう風に思って、今回を機にちょっと現場にはまりそうになってしまって、かなり散財しそうで危ない私でございますが、今回ですね、ちょっと購入品の後に持ってきたものも紹介しているんですけれども、このノイミーカフェでゲットしたしおりんの名札、もう初っ端しおりんが私の目の前に現れてくれたので、これ思いっきり見せて、これだよこれだよって言ったら多分ね気づいてくれたと思います。しおりんとかはねちゃんと見てくれるんですよ。しおりんは生で見るとより良さがわかると思うので、早くまだ見てない方にはね見ていただきたいと思うぐらい、すごく現場本当に楽しかったです。そしてひとみちゃんの肌がマジで白かった。それがもう本当にオーラありありでめちゃめちゃ可愛かったです。
まあそんな感じで今日はバスで山梨へ行き、電車で東京に帰る、そんな一日の Vlog を紹介してきました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。イコノイフェス行ったよっていう方はぜひコメントで教えてください。まゆぴぴでした。バイバーイ。